ベリル、いつまでここにいるつもりだ。準備の邪魔だ。ちゃんとマスターの許可を取ってるからいいの。ねえマスター。ああ、ベリル君はお得意様だしね。いつ来ても大丈夫だよ。だって本当にいい人だよね。屋敷で話せば済む話だろ。ダメだよ、屋敷で話してたらローゼに聞かれちゃうじゃない。お前の店はジスが起きてるならいいけど。無理だな。はあ、ジスがそんなだから僕がここまで来たんじゃない。わかった。それで一体何の話だ。プレゼントのこと。ジスは一体何にしたのかずっと気になっちゃって。ああ、そのことか。ベリルこそ何にしたんだ。随分と自信があるようだったな。聞きたい？いや、別に。もう、ちゃんと聞いてよ。僕ね、大きな人形を作ろうと思ってるんだ。一体何の人形だ。僕。悪いがもう一度言ってもらえるか。だから僕をイメージした大きなお人形、一緒にギュッてして寝たら夜どれだけ真っ暗でも怖くないでしょ、うん、ジス、どうして黙ってるのさ。そんなもの誰が欲しがるんだ。俺は枕元に小さなお前の人形があっただけでも朝から胃が痛くなる。そんなことないよ。絶対嬉しいと思うけどな。想像してみろ。目が覚めた時にローゼの人形が置いてあったらどう思う。ローゼの？胃は痛くならないけど、なんだか意地悪したい気分になるかな。お前の人形も同じようなものだ。朝から刺激が強すぎる。もう分かったよ、人形はやめる。そしたら他に何か考えなくちゃ。それでジスは一体何したの。俺はワインにしようと思う。ワイン？ああ、あいつが生まれた年のワインだ。ちょうど酒屋で売っているのをこの前見てな。今がちょうど飲み頃で。ちょっと待った、そのワイン一体誰が飲むの。もちろんあいつに飲ませる。そして俺も飲む。それ単にジスが飲みたいだけでしょ。だいたいジスと一緒に飲んだりしたら彼女の分なんてほとんど残らないよ。お前と飲んでも同じだと思うが。なんか言ったジス。いや、なんでもない。そうなると俺も他に考えなくてはならないな。ふーん、昨日あれだけローゼのことからかったのに人のこと言えなくなっちゃったよ。ねえジス。なんだ。ジスから見て僕が彼女にプレゼントするのは何がいいと思う。ベリルがあいつに。そう、何が合ってるかな。基本的には宝石か。それじゃダメ、そんなのいつだってあげられるじゃない。誕生日にしか贈れない特別なものがいいの。特別なもの。じゃあベリルは俺があいつに何をやればいいと思う。ジスが彼女に。そうだな、ジスは夜強いよね。むしろ夜にしか起きていないからな。それ自慢にならないよ。じゃあ夜にいろんなところ行ったりもするんだよね。ああ。ならジスが知っている中で一番夜景が綺麗なところに連れて行ってあげたら、この景色を君にあげるって。無理だな。なんで。だって夜に。夜にいろいろと出歩いていたとしてもだ、この俺が覚えているわけがないだろう。ジス。もう。じゃあ他には。ベリルが歌詞を作る。それってアズの方が絶対上手だし、どうせ同じこと考えてるよ。確かに。そうだ、ジスが彼女の掃除のお手伝いをするって剣を送れば。ただの紙くずだな。全く手伝わない自信がある。そうだよね。二人とも
さっきから難しい顔してるけど、なんかあったのかい？もうすぐ一緒に暮らしてる女の子の誕生日なんだけど、プレゼントがなかなか決まらなくて。女に物をもらうことはあっても、あげるのは初めてだからな。ジスらしい。プレゼントって気持ちだからね。それが伝われば何でも嬉しいと思うよ。気持ちか。うん、まあじっくり考えてみなさい。ジス、もうすぐ開店だから。あ、じゃあもうそろそろ。あ、いいのいいの。相手が気に入ってくれるものが思いつくといいね。彼女が気に入るもの。ああ、もうやっぱりわかんないよ。気持ちを伝えるならいっそ踊ってみるか。ジス、それもちろん自分がやるんだよね。彼女の前で感謝の舞を披露するんだよね。ちょっとした冗談だ。そんな冗談だなんて。ぜひジスにその踊りを見せてもらわないと。これ様だね、取っちゃおうか。服を脱がすな。真剣に悩んでる時にそんなこと言うからだよ。楽しそうで羨ましいな。どうやったらそう見えるんだ。お兄さん、なんかあったの？すでに出来上がっちゃってるみたいだけど。こいつ、さっきプレゼントを持って告白しに行ったんだけど振られちゃって。プレゼント？女性が一番喜ぶって聞いたのに、バカにしてるのかって怒られて。一番喜ぶものなのに怒られたの？一体何をやったんだ？現金を。現金って女性って何するにしてもお金がかかるから、物より現金渡した方が喜ぶって聞いて。なのに二度と顔を見たくないだなんて。まあ間違っちゃいないけど。振られても仕方がないな。ほれ見ろ、俺も言ったのに。ああ、マスター、俺のブロックンハートを安さけよ。彼女も現金なんてあげたら絶対怒るよね。それどころか屋敷を出ていくと思うぞ。そうだよね。やはり人の意見なんて聞かない方がいいな。自分でいいと思ったものを送るのが一番いい。僕もそう思う。一杯飲んでいけ。そんな顔で帰ったらあいつが気にする。嘘、僕そんな顔してる？ああ、ローゼが怖がって2、3日は近づけないような顔だ。まあ一体どんな顔さ。でも彼女に変な心配はかけたくないな。すぐ不安になっちゃう子だから。そっか、彼女を安心させられるプレゼントにすればいいんだ。何か思いついたようだな。うん、ジスのおかげだよ。ジスはお酒が入ってる方が冴えてるよね。店に来てからまだ飲んでないが。あれ、そうなの？でも服からお酒の匂いがするよ。そうか、俺にはわからないが。まあジスってばお酒に囲まれて飲んでばっかりいるからわからないんだよ。そんなに毎日お酒の匂いさせてると彼女に嫌われちゃうかもよ。それは困るな。わかった、彼女への誕生日プレゼントはジスの禁酒宣言なんてどう？あいつがそんな言葉を信じるか。俺も守れるわけがない。そうだよね。しかし匂いか。なんか思いついた顔してる。ああ、ベリルのおかげであいつへのプレゼントが決まった。本当？一体何にしたの？内緒だ。ねえ、そんなこと言うとジスの部屋にある秘蔵のお酒全部飲んじゃうよ。それはやめろ。じゃあ全部じゃなくて半分。許さん、ね、そういえばさっきの踊りはどうなったの？ロラン